京合気道会の主催の岡和田でございます。8月15日、合気道と日本武道文化祭夏のですね、第2コマをご指導をお願いさせております石先生に写真をさせていただきたいと思います。石先生よろしくお願い申し上げます。お願いします。8月15日よろしくお願いします。はい、いたします。今回あの石先生に、出していただいたテーマが稽古の取り組み方、はい、考え方というふうに思います。まあ、いろんな先生に、習っている人がたくさん、まあ、いるので、はい、まあ、いろんな考え方があって当然だと思うんですけども、はい、まあ、その中で、まあ、僕がやってきたことを、はい、まあ、一つヒントになればなと。で、私がまあ考えてきたこととか、まあ、取り組んできたことを、まあ、皆さんの合気道のヒントになればいいかなと思って、はい、で、まあ、そういう稽古会にも楽しんで、はい、みんなで盛り上げていけたらなと思います。はい、あの春風合気道会は私は結構あのご一緒させていただく方はみんな結構真摯で、まあ、重くて早い稽古をされるなという印象がある。まあ、稽古生の方も来ていただけると思うんですが、参加くださる方はぜひ石先生の稽古を楽しんでいただいて新たな発見をしていただければと思います。はい、石先生よろしくお願い申し上げます。はい、よろしくお願いします。楽しみ、待ってます。